パーキンソン病は手の震え、動作や歩行の困難など運動障害を示す進行性の神経変性疾患である。進行すると自力歩行も困難となり、車椅子や寝たきりになる場合がある。40歳以上の中高年の発症が多く、特に65歳以上の割合が高い。衰退外路症状を呈し、アルツハイマー病と並んで頻度の高い。 神経変性疾患と考えられている。日本では難病に指定されている。本性以外の変性疾患などにより、パーキンソン様症状が見られるものを、パーキンソン症候群と呼ぶ。1817年にイングランドのジェームズ・パーキンソンにより初めて報告された。ジェームズは、現代でいうパーキンソン病の症状を呈した6、症例を、 新鮮麻痺という名で紹介したが、記載した症状は、ヤモメド安静時新鮮、姿勢保持障害、前傾姿勢、障児症などで、筋競合については記載していない。ジェームズの報告は長い間評価されなかったが、1888年になって、フランスのジャンマルタン・シャルコーによって再評価された。シャルコーは、筋競合についても記載し、彼の提唱により、 本疾患はパーキンソン病と呼ばれるようになった。シャルコーが解明を提唱した理由は、本当の意味での麻痺は見られないためと、すべての患者に必ずしも新鮮が見られるわけではないためであった。もう一つの主要症候である無道、動作関話については、サミュエル・アレクサンダー・キニア・ウィルソンがその教科書の中で提唱している。パーキンソン病の病理に関しては、1913年に、 フレデリック・レビーが神経細胞内の封入体を初めて記載。また、ロシアの神経病理学者、コンスタンティン・トレティアコフは1919 19年、パーキンソン病の責任病変が中脳の国質にあると発表した。パーキンソン病の治療は19世紀末までにベラドンナアルカロイドが効果のあることがわかり、20世紀に入ってスコポラミンによる治療が 1949年には、トリヘキシフェニジルの治療報告が行われている。エルドパは1913年にはすでに生成管理されていたが、1950年代後半から脳内、特に洗浄体でのドパミンの存在と、その低下が、パーキンソン病で見られることが報告されると、1960年代にレボドパを使った実験、試験が始まり、その効果が明らかとなった。 1987年にスウェーデンのルンド大学のオーレ・リンドバールたちが中絶退治から取った中脳の一部の細胞をパーキンソン病患者の洗浄体へ移植する臨床研究を行った。彼らは細胞移植によりパーキンソン病の脳機能の回復が起こったと報告している。数体の中絶された胎児から細胞を採取する必要があるため、 その倫理的な問題性と中絶された胎児を数体同時に入手するのが困難なため治療法としては確立していない。しかし近年進められている iPS 細胞の開発が細胞の確保を可能にしつつある。肉眼的には中脳の黒質、青半角の色素脱出が見られ、組織学的には黒質や青半、迷走神経排側角、視床下部、 交換神経節などの神経細胞脱落が生じていて、典型的には残存神経細胞やその突起の一部にレビー固定という特徴的な風入体が認められる。近年ではレビー固定は自律神経節など抹消レベルでも蓄積していることが明らかになってきた。レビー固定にはリン酸化アルファシヌクレーンの異常な蓄積が認められる。 このアルファシヌクレーンに対して EB ウイルスの潜伏感染酸型遺電子抗原の LMP1 が交差反応性を持つことが報告されている。正常及びパーキンソン病でのドパミン作動性経路の流れ。青の矢印は標的への刺激。赤の矢印は標的への抑制を示す。中脳国質のドパミン神経細胞現象により、これが投射する。 戦状態においてドパミン不足と相対的なアセチルコリンの増加が起こり、機能がアンバランスとなることが原因と考えられている。しかしその原因は解明には至っていない。このため、パーキンソン病は本体性パーキンソニズムとして、症状の原因が明らかでないパーキンソニズムに分類される。また、長官におけるアウエルバッハ神経層の変性も病初期から認められており、 この病気は全身性疾患であると再認識され始めている。病理及び病態で衝突するように、中脳黒質緻密質のドパミン分泌細胞の変性が主な原因である。ほとんどの症例が枯発性であり、神経変性の原因は不明である。メンデル遺伝による家族性発症もあり2012年現在いくつかの病院遺伝子が同定されている。その他毒素。 頭部外傷、低酸素脳症、薬剤誘発性パーキンソン病もわずかながら存在する。MPTP を用いてパーキンソン病のモデル動物を作成する。2004年の10万人あたりのパーキンソン病の障害調整生命年老データ。 552.512.5202027.527.5353542.542.551517.557.5656572.572.5808010歳代80歳代まで幅広く発症するが中年以降の発症が多く高齢になるほど発症率及び有病率は増加する 20歳代の発症は稀である。40歳以下で発症した場合を若年性パーキンソン病と呼ぶが症状に差はない。日本における有病率は10万人あたり100から150人と言われる。欧米では10万人あたり300人と見積もられている。明らかな人種差や地域差があるかは不明であるが白人と比べて アフリカ系アメリカ人の発症率は4分の1程度、アジア人の場合は3分の1から2分の1程度とする資料もある。日本での有病率は増加傾向にあり、これを一高齢化に伴うパーキンソン病そのものの増加に診断率の向上、産治療の進歩による患者の寿命の延長によるものとする説がある。一方、年齢調整後の発症率、有病率は以前と、 ほぼ変化がないとする報告もある。精査については、アメリカのテキスト、オランダからの報告など、欧米では男性が多いとされている。一方、日本では、どの調査でも女性が多いとする報告がなされているが、この違いの理由は、未解明である。厚生労働省の2012年患者調査では、パーキンソン病患者は、約12万人となっている。また、厚生労働省、 特定疾患医療受給件数の統計によれば、2011年度の受給件数は116,536件であり、全特定疾患中回陽性大腸炎に次いで多い。なお、2003年10月より、パーキンソン病関連疾患として、本疾患に進行性格上性麻痺と大脳皮質規定核変性症を合わせたものになったため、 現在では本疾患の正確な人数を反映する数値ではなくなっている。また、特定疾患受給の要件として、ホーンヤールのスケールのステージ3以上が目安となっているため、実際の患者数はより多いものと予想される。危険因子、保護因子として報告されたものには、以下のものがあるが十分な知見が蓄積されているとは言えない。これらは、疫学的な研究報告であり、 パーキンソン病発症との因果関係があるのかは分かっていないものも多く、また違反する結果の報告も少なくない。因果関係が疑われるものに関しては、原因仮説説の環境因子を参照。ウィリアム・リチャード・ガワーズ、神経系疾患マニュアルに記載されたパーキンソン病のイラスト使用症状は以下の4つである。安静地震戦、アキネジア、スジ教が、 特に3主張として知られて、これらの神経学的症候をパーキンソニズムと呼ぶ。多くの症例で、特に病初期に症状の左右差が見られる。進行すると両側性に症状が現れ、左右差はなくなることが多い。マイヤーソン症候なども診断の参考になる。また、レボドパ投与が走行することが特徴であり、これは、 他のパーキンソン症候群と本疾患を判別する上で重要な事実である。塩化障害を認めることがある。質問表では18.5%に 200ml 飲みミ水テストでは81%に塩化障害が見られる。パーキンソン病患者の死因の1位は肺炎で22%を占めている。これは塩化障害による誤炎性肺炎によるところが大きい。 自律神経症状として、便秘、嘔吐、流涎などの消化器症状、起立性低血圧、食後性低血圧、発汗型、油顔、排尿障害、勃起不全などがある。精神症状としては、感情ドンマ、快感喪失、不安、うつ症状、原始、幻聴、認知障害などが挙げられる。感情ドンマは、 パーキンソン病のうつ症状に合併することが多いが単独でも現れる。うつ症状はパーキンソン病の精神症候の中で最も頻度の高い症候とされてきたが実際の頻度については定説がない。最も用いられている数値は約40%である。原子も頻度の高い精神症候である。この症候はコーパーキンソン薬による 副作用と考えられてきたが、近年ではそれだけでなく、内因性、外因性の様々な要素によって引き起こされるとする考え方が有力になっている。以前は特殊な例を除き認知障害は合併しないと言われていたが、近年では口実のように認知障害を伴うパーキンソン病の例が多いとみなされるようになっている。無動のため言動が鈍くなるため、一見して認知症、または その他の精神疾患のように見えることもあるが、実際に認知症や鬱病を合併する疾患もある、ため鑑別を要する。また、病的賭博、性欲更新、脅迫的買い物、脅迫的過食、反復情動行動、薬剤の脅迫的使用などのいわゆる衝動制御障害が、パーキンソン病やムズムズ足症候群に合併することもある。流前は特に高温障害。 塩化障害、あるいは物品故障の低下と関連している。認知症を伴うパーキンソン病。パーキンソン病は、高い確率で認知症を合併する。27の研究のメタアナリシスによると、パーキンソン病の約40%に認知症が合併していた。約30%というメタ解析データもあり、その研究では、全認知症症例の3.6%が、パーキンソン病であった。 パーキンソン病患者は認知症を発症するリスクは健常者の約5から6倍と見積もられており、パーキンソン病患者を8年間追跡調査した研究では78%が認知症を発症した。確定診断は病理所見を待たなければならないが上記の症状を呈する感情な進行性の疾患であること、コンピュータ断層撮影や核気共鳴画像法の 画像所見で特異的な異常が認められないこと、レボドパ投与で症状が改善することがあれば、臨床的には、パーキンソン病と診断できる。パーキンソン症状を示す類縁の疾患との区別のためには、ミブグシン,キンシンチグラフィーも診断に使われる。ホーンヤールのスケールでは1から5までの病気に分類される。運動症状、非運動症状を含めた各症状を、 総合的に評価する方法としては、パーキンソン病統一スケールがある。パーキンソニズムを呈するすべての疾患。その中には、パーキンソニズムを合併する他の神経変性疾患、症候性パーキンソニズムなどが挙げられる。特に薬剤性パーキンソニズムは、原因薬物の投与中止によって感知することのできる疾患なので、鑑別が重要である。年現在、 パーキンソン病に対する根本的な治療法はない。日常生活動作を向上させたり生命横を延長し、運動症状や精神症状、自律神経症状などの非運動症状に対する治療がほとんどである。しかしながら、神経変性の基準が明らかになるにつれ、変性すなわち症状の進行を遅らせるための治療法が試みられるようになってきた。また、 編成した神経を再生させる遺伝子治療や肝細胞移植などの根本治療も現実的なものとして視野に入っている。ここではまず現実的な治療について解説し、さらに新しい治療についても現在の到達点と将来的な見通しを記す。日本では1978年10月1日に特定疾患治療研究事業対象疾患に指定され、 公費受給が可能となった。薬物療法1960年代のレボドパ大量投与療法の開始以来、運動症状を改善させる種々の薬物が開発、発見され、パーキンソン病は神経変性疾患の中では唯一効果的な治療の選択肢が多い疾患である。また、早期パーキンソン病と運動合併症の現れる進行期でも治療法は異なっている。 コーパー・キンソン病薬には副作用があり、例えばレボドパは長期服用によって運動合併症を引き起こす。また多くのコーパー・キンソン病薬治療下で悪性症候群が起こりうる。幻覚、妄想の出現も主な合併症の一つである。なお、ドパ及びドパミンはそれぞれドーパドーパミンと同じものだが医学、医療における一般的な故障なので、本校では ドパドパミンを用いる。ドパミン補充療法レボドパドパミンの先具物質である、ドパやモノアミン酸化酵素阻害薬と遜色がない効果を示す。長期にわたる服用により、日内変動や、ウェアリング、オフ現象ジスキネジアといった副作用が表出する。レボドパやドパミン受容体刺激薬を投与すると、悪心、オートの副作用が出ることが多いが、 これに対する治療としての生徒薬には、パーキンソニズムを悪化させるものが多い。メトクロプラミドはこの用途には用いず、ドンペリドンを用いるのが一般的である。消化器症状の起用がある場合は、開始時に限定して、ドンペリドン 30mg 分 3OL ドーパー DCI に併用する場合もある。運動合併症を改善できるよう、新たな材形や誘導体が開発。 製品化されている。なお、このタイプの薬の意外な副作用として、ギャンブル依存症に陥ることがある。これは、過剰なドッパミンの作用による、ドパミンアゴニストドパミン受容体刺激薬とも呼ばれる。バッカク系として、カベルゴリン、ペルゴリド、ブロモクリプチン、非バッカク系として、プラミペキソール、ロピニロール、タリーペキソールなどがある。レボドパ製剤と比較して、 ウェアリングオフやジスキネジアを起こしにくいことから、認知症を伴わない70歳未満の患者については、レボドパではなく、こちらを第一選択とすることが推奨されている。幻覚などの精神症状が強く出やすいため、認知障害のある患者では、投与を避ける。また、バッカク系、ドパミンアゴニストでは重篤な副作用を起こすことが、わかり、新たに投与を開始する場合は、まず非バッカク契約を。 選択し、治療効果が不十分であったり、忍ぶ広姿勢に問題がある時のみ爆薬契約を使用することになっている。ただし、非爆薬契約にも突発的睡眠などの副作用がある。また、急に内服を中止すると、悪性症候群などの重篤な副作用を引き起こすことがある。アポモルヒネは、ドッパミン受容体のうち、D1 及び D2 受容体の作動薬で、 速攻性がある。すでに1950年代からパーキンソン病への適用が検討されていたが、初回通過効果を受けやすいため傾向薬としては使えなかった。その後、非下注射薬が開発されて、速攻性と半減期の短さから、進行期の不症状に対するレスキュー薬として使われるようになった。さらに持続的に非下注射を行っている国もある。 モノアミン酸化酵素 B 阻害薬選択的不可逆的モノアミン酸化酵素 B 阻害薬である。中枢内に多く存在し、ドパミンの代謝経路として働くモノアミン酸化酵素を選択的に阻害することでドパミン濃度を高める働きがある。セレギリンが日本のパーキンソン病の薬として初めて使用されるようになったマオビ阻害薬である。セレギリンは治療量内では マオ B に対して選択的に働くが、高容量になると、マオ A 及びマオ B に対して、非選択的に阻害することがある。また、進行期パーキンソン病の運動合併症である、ジスキネジアの発現を増強するため、ジスキネジアが出現した場合には、投与を中止する。セレギリンは、神経保護作用もあると言われているが、その効果については、報告によって違いが見られ、 議論が分かれている。カテコール O メチルトランスフェラーゼ阻害薬と異なり、マオビー阻害薬単独でも効果はあると言われているが、日本ではレボドパとの併用のみが認められている。セレギリンは代謝されアンフェタミン、メタンフェタミンが産出され、覚醒方向に働き不安、不眠の副作用が生じることがあり夕方の内服は避けられる傾向がある。ウェアリングオフやクくアシといった他の、 高パーキンソン病薬では効果が低い症状に有効である。しかしピークドーズジスキネジアは出現しやすくなる。そのため、早期パーキンソン病ではレボドパの開始と同時期に開始し、病気の進行を遅らせたり、後期パーキンソン病で幻覚や認知症のない例でウェアリングオフが認められ、ジスキネジアが認められない例で用いられる場合が多い。ペチジン、三関係抗うつ薬。 選択的セロトニン再取り込み阻害薬とは、急性の中毒性相互作用が知られている。また血圧を下げる作用があるため、起立性低血圧が認められる場合は増悪する可能性がある。またミブグシンチグラフィーの検査に影響を与えることが知られている。ラサギリンはセレギリン同様に選択的。 マオビー素外薬だが、セレギリンと異なり代謝されて、アミノインダンとなる。セレギリンの代謝産物である、アンフェタミンメタンフェタミンが、神経毒性を持つのに対して、アミノインダンは、神経保護作用を持つ、可能性がある。早期パーキンソン病に対して、単独投与での運動症状改善が示されており、また進行期の不時間を減少させることも、明らかになった。 先行してヨーロッパやアメリカでは発売され日本では2014年3月にイスラエルの製薬会社と製品化に関する契約を締結した日本の製薬会社が2018年3月に国内製造販売の承認を受けた商品名アジレクト激薬に指定同年5月22日薬価基準に収載され6月11日に販売を開始 その他のコーパーキンソン病薬新しい、コーパーキンソン病薬すでに実用化されている、もしくは臨床試験の段階にあるもの。新薬ではないが、新しい概念、目的で作られた財形のものも解説する。持続性ドパミン刺激 CDS の薬語。レボドパの長期間投与の副作用である、ウェアリングオフジスキネジアなどの出現を遅らせたり、抑止すること、 あるいは出現した症状を軽減することが長年課題となってきた。この目的のためにドパミン受容体を持続的に刺激する方法が施行されている。アデノシン受容体気候薬アデノシン A に R 受容体に対する選択的気候薬であるイストラデフィリンは低容量のレボドパとの併用でコーパーキンソン効果を表した。さらに維持量のレボドパ投与に比べて ジスキネジアを軽減し、レボドパの半減期を延長した。アデノシン A にある受容体は、線状体から泡青玉に投射するニューロン上で多く、発現しており、ドパミン D2 受容体、代謝型グルタミン酸受容体などと機能的な2、両体を形成することもある。この受容体への刺激は、ドパミン D2 受容体の働きに寄っ抗している。そのため、A にある受容体を遮断することは、 ドッパミン刺激を介さずに、コーパーキンソン作用を示すことになる。2013年に、日本でイストラデフィリンが発売された。一方で2013年に、メルクは、プレラデナントは、臨床試験で効果なしとして中断された。グルタミン酸受容体作動薬ドッパミン放出効果を持つアマンタジンは、グルタミン酸受容体のウチんむ型の喫抗薬である。 その他の受容体ではアンパ型の喫香薬のコーパー・アーキンソン効果が期待された。アンパ受容体キッ薬であるペランパネルは臨床試験で安全性は認められたもののパーキンソン病の運動症状を改善する効果は認められなかった。このような状況でエーザイはペランパネルのコーパーキンソン病薬としての開発を断念した。 新薬開発イギリスの旧王立植物園の2017年の年次報告書によれば、医療に利用できる植物は全世界に2万8000種以上存在し、それにはパーキンソン病治療に利用される鶴植物9種も含まれるが、規制当局による文書化が進んでおらず大半が未活用のままであると指摘している。下下療法脳の深部に固定された電極。 パーキンソン病に対する外科的アプローチは20世紀前半から行われていた。1950年代に死傷、VL、ビム核泡をたまない説、死傷化学破壊術が確立したが、その後にこれらの部位に電極を埋め込む脳深部刺激療法が開発され、現在はこの方法が一般的である。外科療法の適用となるのはレボドパによる治療効果があり、 治療が十分に行われたが ADL に障害を来たしている場合である。ただし認知障害があったり、著しい精神症状がある場合、重篤な全身疾患がある場合には適応除外となる。年齢による適応の制限はない。施設によって適応の基準も異なるため、70歳以下であること、薬が効いている時に、ドッポ可能なレベルであることなどが適応の基準になる。 場合もある自律神経症状や精神症状に対しては、それぞれの症状に対する治療薬を用いる。抗精神病薬は、フェノチアジン系やブチロフェノン系などの提携抗精神病薬にパーキンソニズムを誘発する副作用があるため、ほとんど用いられない。現在推奨されているのは、クロザピン、クエチアピン、オランザピン、リスペリドンなどの否定型抗精神病薬である。 まず最初になされることは、パーキンソン病がどのようなものかをきちんと説明されること。次には、薬物治療開始のタイミングを観察すること、さらにリハビリテーションを開始することなどである。上記3つのうちの第2の意見がコンセンサスとなっていた。レボドパの長期服用による運動合併症の発言をできるだけ遅らせるため、また、 レボドパ自体が神経毒であるという説があったためである。しかしいくつかのランダム化比較試験で、レボドパがプラセボ群に対して優位に運動症状の改善を認め、レボドパ投与によるパーキンソン病の進行ではなく、逆に早期からのレボドパ投与で、運動機能がよく保たれる可能性が認められた。また治療開始を遅らせることは、それによって神経変性が予防されて、 病気の進行が遅くなるわけではない。レボドパ長期内服で生じる運動障害の対応、パーキンソン病が進行すると、いずれはほぼレボドパ治療が必須となるが、レボドパの長期服用は、日内変動や運動合併症という問題を引き起こす。遺伝子治療パーキンソン病に対する遺伝子治療では、3種類の戦略に基づく臨床試験が実施されている。 第一はドパミン合成に必要な酵素遺伝子を比較に導入してドパミン酸性を行う方法。第二は神経栄養因神でトゥーリンの遺伝子を比較で持続的に発現させることにより国質チミツブドパミン神経細胞の変成を抑制する方法。第三は抑制性神経伝達物質ギャバの合成に必要なグルタミン酸脱炭酸酵素の遺伝子を 視床価格に導入して、神経活動の調整を行う方法である。パーキンソン病や、全身の筋肉が衰える難病、筋萎縮性即作効果症の患者に、正常な遺伝子を投与する、遺伝子治療の臨床試験を、2019年にも、自治医課題などのチームがそれぞれ始める予定で、1回の治療で長期間、症状改善や病気の進行を抑えられる可能性があり、 数年後の治療薬の実用化を目指している。細胞移植治療2008年4月、人工多能性肝細胞から作り出した神経細胞を使い、パーキンソン病のラットを治療することに、マサチューセッツ工科大学のルドルフヤニッシュ教授らのグループが成功した。研究グループは、マウスの皮膚から iPS 細胞を作り、神経伝達物質のドパミンを分泌する細胞に、 分化させた。パーキンソン病を人工的に発症させた、ラット9匹の脳に移植したところ、8匹の症状が改善、特有の異常動作がなくなった。移植した細胞が、ラットの脳内に定着し、ドパミンを正常に分泌したとしている。2017年8月30日、京都大学 iPS 細胞研究所が、人間の iPS 細胞から作った、ドーパミン神経細胞を、 パーキンソン病の猿11頭に移植し、経過を観察した結果を発表した。その結果、運動能力の低下や手足の震えなどの症状が軽減し、運動量が増えた。人工多能性肝細胞パーキンソン病の治療も参照。2014年2月、京都大学 iPS 細胞研究所の高橋、敦氏らのグループがドーパミンを分泌する。 神経細胞を大量に作成する方法に成功。研究グループは同年6月にパーキンソン病の臨床研究のための安全性の審査手続きを厚労省に申請した。同申請は2013年11月に成立した再生医療安全性確保法に基づいた初めての臨床研究になる見込みとなった。2018年11月9日。 京都大学の高橋やつらのグループは iPS 細胞から育てたドーパミンを分泌する神経細胞を作成し2018年10月に患者の脳の左側に約240万個の細胞を特殊な注射針で移植したと発表した iPS 細胞から作った神経細胞をパーキンソン病患者に移植した手術は世界初の成果となり 日本国内での iPS 細胞の移植は、加齢応反編成に続いて2番目となる。また本研究は、臨床研究ではなく、保健収裁を念頭に置いた臨床試験であり、iPS 細胞の移植の臨床試験は、日本国内において初となる。研究チームは、今後2年をかけて安全性と治療効果を評価するとしている。 郷頭外磁気刺激療法、郷頭外磁気刺激療法、並びに反復郷頭外磁気刺激療法がパーキンソン病に効果があることが示されている。その他の知見タンパク質のセプテンバー4がパーキンソン病の原因物質と考えられるアルファシヌクレーンの蓄積を抑える性質を持っていることが確認された。パーキンソン病の患者の血液中にはアミノ酸のトリプトファン、カフェイン、 タモギタケなどに含まれるエルゴチオネエンの濃度が低く、病気との関係性が示唆されている。漢方薬や新灸では、証紙を見分け個別に治療を変えるため人によって、治療方針が大きく変わるため、下記は症例、治療例となる。漢方薬パーキンソン病に対して、基礎体力をつけることを目的とし、最古慶臭、5 0散、八味丸などを処方する。その後、 症状級と、芍薬肝臓油を処方した。個別事例では、手の震えがほとんど止まるという効果が出た。茨城県内における2007年の調査では、パーキンソン病患者で、漢方薬治療を受けた経験があるのは11.7%で、ある。パーキンソン病に伴う幻覚等の精神症状は、頻度の高い症状であるが、そもそも肝酸が時に有効である。また、 胃排出脳低下は、エルドパの吸収を遅延させ、運動症状を悪化させる。これに対しては6訓固有が推奨される。排便障害も代表的な非運動症状である。多系統萎縮症及びパーキンソン病に対して大腱注意を用いた報告では、大腱注意は大腸通過時間を短縮させることが示された。患者20例に対する6訓固有の3。 か月連続投与での検討では、67%の症例で改善を認めている。朝子ひとしまるでも、患者の便秘に対する報告があり、便秘のある患者23例に対する1か月後の評価では、有効率は78.8%であった。食欲について評価するため、6くんこ投与前後の食欲スコアの変化、副次評価項目は、位排出時間、 結晶中アシルグレリン濃度、抑うつ、消化器症状 QOL の変化について、オープンクロスオーバー比較試験を行い、4週間投与後において、SDS と GSRS における腹痛スコアで改善が認められている。新旧治療、明治国際医療大学の調査では、パーキンソン病そのものの感知は見られなかったものの、パーキンソン症状や運動機能の改善が見られた。 茨城県内における2007年の調査では、パーキンソン病患者で、新旧治療を受けた経験があるのは10%以下である。パーキンソン病は、それ自体で生命を落とす疾患ではない。パーキンソン病患者の死因としては、過小生活となった後の身体機能低下による感染症、転落による外傷などが原因となることが多い。運動症状を改善させる治療法が進んだために、 生命用語は改善していると見られるが、総合的な検討はまだなされていない。近年、少なからぬ数の特定遺伝子の突然変異が、パーキンソン病の原因となることが発見されている。この中には、相当数の患者が存在する地域もある。遺伝子の変異で、パーキンソン病患者のごくわずかについては、説明がつく。患者の中には、血縁者の中にやはり、 パーキンソン病患者がいることがある。家族性パーキンソン病の原因として同定されている遺伝子には以下のものがある。遺伝子異常と家族性パーキンソン病枯発性。パーキンソン病は多くの遺伝子と環境因子が原因となる体因子疾患だと考えられている。上記の家族性パーキンソン病の研究などから様々な原因やその基準の仮説が立てられ、 ほぼ一致を見ているものも多い。いかに説明する仮説も、競合、排他的なものではなく、これらの要因が積み重なることで発病に至ると考えられる。ありがとうございます。